込めて蕎麦の煮込みにする。それで何になるんですか。ここは行かないでください。あとは50円がついた。ただ吹き返してるだけなので。はい、こんにちは。はい、何ですか。野菜のパイロンの向こう側にだけ頼んでください。ご自由にお見学ください。あのカルテでしたら、カヤの方触っていただいて結構ですので、よろしければ結構です。どんな締まり具合か見てください。この猫の木は、一つ終わったら外すんですか。これ足がかりなので、今ずっと上の方に今吹いているんです。まだ作業してないので。はい、階段みたいな感じですね。はい、で最後終わったら、一番上まで胸というところまで作り終わったら、刈り込みが始まるんですけれども、その時に上から今度下ろしていく感じです。足場を取りながらどんどん下がっていくっていう工程になります。で、とりあえずこれでもう、吹きは終わってるってことなんですか。はい、そうですね。吹いたところからどんどんこの足がかりをつけていって上がっていくっていう感じです。もう1、2本つくんじゃないですかね、この大きな丸太は。で、これ、このなんか、カヤっていう種類ですね。はい、これはススキになります。ススキ、はい、ススキで秋にこう咲く普通の。そうです。園内にもたくさん生えてる、十五夜のススキですね。はいはい、そのススキを、これは屋根に吹くように育てているんですね。普通にこうあるのはヒョロヒョロですもんね。そうですね。ではなくて太くて細くて長くてっていうまっすぐなカヤっていうのをきちんと育てている場所があって、これはその基礎のものなんですけど、そのカヤ場と言われているところから飼っている。これも続きなんですか。そうです。この方のものですね。これは。はい。そこから買い取ってるものなので。で、ここまで使うんですか。使ってます。はい、向こうがちょっと見えて、向こうから来てるなんですが。はい、はい、はい。確かに。はい。みんな、その茅葺きっていうのはみんなススキなんですか。そんなことないです。世田谷なんかはやっぱりススキが多かったので材としてススキを使うんですけど、場所によってはヨシですとかオギですとかっていう茅にこういったススキに似た植物たくさんございますよね。ヨシってこうすだれに使うの。そうですね。はい、ああいったもの水辺が多い地域なんかでやっぱりヨシの方がたくさん生えるので、そういったものを使ったりっていうことで、地域で一番取りやすいっていうんですかね、採取しやすいものを取っているっていうことなので、必ずススキじゃなくてはならないってわけで、これって大体何年ぐらいの交換というか。今回これ全特化をしているのはここに復元をしたのが昭和56年になるんです。40年、はい、40年近く経ってるんですけども、それで初めて今回これ全部吹き替えてます。でただその途中でメンテナンスでちょっとだけ部分的に直したりだとかっていう作業をしているので、そういったものを繰り返した中で40年ぐらい持っているっていう感じですね。ということはよく田舎とかで自分の普通の民家でもやっぱりそのくらいは持つってことですか。やってますね。はい、茅も昔のその中ですといっぺんにこう採取するわけにはいかないので、そういった茅場って言われているものが村の中にあって、毎年毎年その刈り貯めておくみたいなんですね。でいくらか貯まった時に、じゃあそこやばいかまずいからちょっと修理しましょうねっていうので、部分的にそういうのを繰り返した中で、いよいよじゃあ全部やりましょうと。のは40年か50年とかそういう感じで、結構これ茅長いじゃないですか。でこれがそのまま今ポンとつくわけですけれども、はい、結局表面見えてるのはここなんですね、うん、今見えてる先なんです、ね、中にこうグッて入ってるってことなんですね。切ってんですか。最後刈り込みはしますけれども、基本的にはこのままつけているので、ここの部分が腐っていく。で、ここが腐っていくのでガタガタになるんですけれども、ある
程度来た時にここはやっぱりまずいなっていうとこれを引き出すんですね。この部分中にずっと入っているので、まあ、引き出すことによって、また屋根の補修が収まるということで割れたところを直すみたいにね。そうですね。でこれをどん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 引き出して、最終的にはこんな短くなっていくわけですけど、そうするとこれちょっと修理ができないですねってなったら、吹き替えと単純に言えば引き出して新しいの入れるんじゃなくてこう引っ張ってきて腐った部分だけで短くしていく、そうですね、で、あまりにも穴が開くようであれば新しいものもいくらか差し込むんですけれど、基本的に長いのでそれをどんどん引き出して、クリック補修を繰り返していくというのが、かやぶきの屋根のやり方みたいですね。よくほらテレビとかでは見るけど、なかなか構造まではわからないですね。で、あとそうすると村とかでもその一軒のうちをみんなでやってるみたいな。そうですね。そうですね。やっぱりここはこういった施設なので1年間かけられますけど、やっぱ住んでる人がこう1年間住めなくなっちゃうのは大変なことになるので、村の人みんなで集まって一斉にやるみたいな。一斉にやって、1週間ぐらいでバーッとやって、直すっていうのが昔のやり方だったみたいです、人がやっぱり20人も30人もいればトン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 作業がやっぱり進んでいきますので、らしいです。私もそれは見たことがないので。これ何人がかりぐらいでやるんですか？何人がかりぐらいでやるんですか？年、収量です。人と、あ、人。あ、だから今これの表で向こう側があるじゃないですか。それを例えば一人でやったら1年以上か。あ、かかりますね。今ここの修理は2人でやってるんです。2人でやってるんだ。で、やっぱり1年かかる。そうですね。一応7月から始めてるんですけど、2月までの予定で6ヶ月ぐらいで、6、7月ですかね。かかりますね。今回はこう屋根もつけて雨の日でも作業ができるようにっていう風にしているので、雨のさ影響を受けなければ半年ぐらいっていう感じでしょうか。はい、もう人がいればいるほどどんどん早く進みます。今回来てくださっている屋根さん、作業は裏の方やっていただくので、ちょっと内側ご覧いただけないんですけど、やってる作業。胸上げ儀礼っていうのを、いただきました。やるんですけども、全部吹き終えた時にこういった材料って山からいただいてきているものということで、その山の神様に無事に吹き上がって、吹き上がりましたというお礼と、あと、雨が降りませんようにだとか、そういったことを願いを込めて、儀礼をするっていうのが全国的にも見られるというところで、うちでもその再現儀礼をやりますっていうお知らせになります。で、今回のやり方は今来ていらした屋根屋さんの群馬からいらしてるんですけれども、群馬の五十嵐さん流のやり方での儀礼にはなるんですが、一応世田谷でもそういったことをやっていたと、詳しいやり方まではちょっと調査できてないんですが、やっていたっていう記録は残っているので、それに合わせてやりましょうということで、やっていました。よかった。お持ち帰りもします。ありがとうございます。どうも。あれ、棟梁。あ、はい。棟梁です。おなす。ちょっと落ち着いたもんで。ちょっと金額に参りました。かっこいいな、棟梁。ありがとうございました。ありがとうございます。だいぶ進んだんですね。結構いいね。ありがとうございました。そば結構すごいな。
いや、これは特殊工事やね。多分絶対できないだろうね。特殊工事やね。ありがとうございました。美味しい。有名なんですか？